はい、どうも、アットです。今日はですね、日曜日に行われますビクトリアマイルの枠前予想をしていきます。まあ、メンツはね、フルゲートではないんですけど、まあ、ナミュールとかマスクとディーバとか、まあ、なかなかね、いいメンバーが揃ったので、まあ、その辺を楽しみにやっていきたいと思います。まあ、正直ね、多分そんなにはね、メンツがいいんで荒れないと思うんですけども、まあ、それこそね、先週の NHK マイルのロジリオン枠を探す動画になるのかなとも思います。と、その前にまずこちらをご覧ください。ここ最近の的中報告ですね。羽田杯が穴馬最低人気フロミフォッサルが3着になってワイド的中しましたよと。で、地方の兵庫チャンピオンシップですね。まあこれはノートだけだったんですけど、本命 57.2 倍モズ右肩上がりが3着になって、ノート3連複 68.5 倍的中しましたよと。もちろん馬券も買っております。で、柏記念ですね。これもなかなか見事でしたね。まあノートシャマル単勝的中して、一応対抗のね、タガノビューティーも2着に来ましたよと。で、先週これ見事でしたね。 NHK マイル本命10番人気ロジリオン3着で、対抗のね、ジャンタルマンタルも1着になりました。まあどの道ね、ブログの方ではロジリオンの単複とね、ジャンタルマンタルの単勝どっちかをね、推奨したんで、まあどの道当たってたかなって感じですね。まあ、本当はね、ロジリオン2着に来てくれたらめちゃめちゃね、勝ってたんですけど、それでもまあ大的中と言っていいでしょう。じゃあこの紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄に貼っておきます。こちらなんとね、ブログ無料になっております。基本的にはですね、最終見解などはすべてこちらに書いておきますんで、ぜひね、概要欄からご登録をお願いいたします。必ず皆様に有益な情報をお届け出しますんで、お願いいたします。はい、では詳しく解説していきます。はい、ナミュールですね。まあ、前走はですね、ドバイターフ2着になってで、本当にね、去年の秋から馬が変わったかのように覚醒しましたよね。マイルチャンピオンシップも勝ってて、海外でもですね、連続馬券内来たと。で、鞍上がね、武豊が騎手に変わります。まあこれはね、正直どっちでもいいかなって感じで、まあ問題はそこじゃなくてね、結局まあナミュールが一番人気になるじゃないですか。じゃあこの馬をどうするかってお話なんですけども、まあ、これがね、ナミュールの全成績なんですけども、まあ、ただね、不安なのが去年ビクトリアマイルまあ7着に負けてますよと。で、安田記念もね、今回と同じ距離大敗してますよと。大丈夫なのかってお話なんですけども、このビクトリアマイルも安田記念も結構ね、その不利を食らってるわけですよ。まあ、だから要するに結構遮光されたり挟まれたりして、被害をかなり被ってるわけですよ。だから、まあ仕方ない部分もあると思うんですよね。だからね、そんなに去年の負けは気にしなくていいと思ってて、で、秋からですね、富士ステークス、まあ、モレイラ騎手に変わって、まあ、全部ね、違うジョッキーが乗ってるんですけども、全部馬券内来てると。もしかしたら、今がね、ほんと全盛期なのかなとも思います。まあ、だからね、まあ、無理して外す必要はないかなと思いますね。まあ、あと、海外帰りなんですけども、まあ、別にね、海外帰りだからといって買えない時代でもないですし、まあ、普通に買っていいんじゃないかなって思いますね。で、お次が、マスクとディーバですね。もう、鞍上モレイラって時点で買わなきゃいけないですよねってお話で、まあ、前走のですね、阪神牝馬乗り換わって見事に勝ちましたよと。ただ、マスクとディーバー一個不安なのはやっぱり出遅れ癖ですよね。まあ、この東京新聞杯結構ね、出遅れちゃったんで、まあ、それだけですよね。まあ、モレイラ騎手が乗ってね、それがなくなればまあ強いんでしょうけども、まあ、あともう一個不安があるとすれば、だからね、東京新聞杯で出遅れて着外になったんで、まあ、東京のマイルにね、ちょっと適性がもしかしたらない可能性がゼロではないかなって感じですね。まあそれでもね、モレイラ騎手が乗るんで、その辺はどうにかしてくれるかなって思います。で、お次が、ウンブライルですか。まあ、前走のですね、阪神牝馬はまあこの馬もね、東京新聞杯結構消化不良というか、まあもともとね、長期休養明けだったんで仕方ないんですけども、叩き2走目でしっかり結果残しましたと。で、鞍上がNHK マイル勝った川田騎手ですよと。で、今回正直上位人気って全部トップジョッキーが乗るんで、まあ、そういった場合って基本的に荒れないんですよね。まあ、だからその辺の序列付けをどうするかって問題なんですけども、まあ、ただね、このまま別に府中マイル、まあ、去年ね、 NHK マイル2着になってますけども、全然今年の方が僕レベル高いと思ってますし、あんまりね、去年の NHK マイルそんな僕は評価しないかなって感じです。じゃあお前はね、他にどの穴馬を狙うんだって言われましたら、まあ、今回ねちょっと人気馬に特徴はありまして、今ね、これ出馬表並び変わったと思うんですけど、これ今ね、ネット競馬さんもね、予想オッズ順に上から並びました。だから、今回、ナミュール、マスクとディーバ、ウンブライル、まあ、あとモリアーナあたり、この辺がね、まあ、上位人気馬なわけですよ。で、この上位人気馬って、全部、差し追い込みなんですよね。ナミュール、マスクとディーバ、ウンブライル、モリアーナ。まあ、ジョッキーがね、まあ、川田騎手とかなんで、もしかしたら多少前に行くと思うんですけども、それでもそんなに前はいかないと。ってなった時、じゃあ、どこの、馬が有利になるかって言ったら、
前行く馬、逃げ馬ですよね。ってところで面白い馬が1頭見つかりました。はい、このフィールシンパシーですね。前走ですね、福島牝馬は、2着でした。じゃあね、なんでこの馬が買いなんだってお話なんですけども、はい、こっちですね。フィールシンパシーが熱い理由。まあ、一つ目はですね、さっき言った通り、まあ、展開が、まあ、今回ね、人気馬に差しが多いんで、前行く馬を買いたいと。で、もう一個が、これね、東京1600の持ち時計は、実は、ナミュールについて2番目なんですよ。まあ、一概にね、馬場が違うんで、何とも言えないんですけども、まあ、これがね、フィールシンパシーの全成績なんですけども、で、その持ち時計ってどこのこと言ってるかって言ったら、この10月28日の東京のこれ3勝クラスですね。先行して押し切って勝ってるじゃないですか。で、この時の勝ちタイムが1分31秒9なんですよね。これが結構早いなと思って、やっぱり今の東京競馬場、まあ、先週見てもらったら分かる通り、やっぱり、ね、ある程度前にいて、うちにいた方がいいと。で、時計もある程度出ると。ってなった時に、まあ、一見ね、この馬って中山とかね、福島ばっかり走ってるんで、小回り校舎かなとも思うんですけども、実はね、東京競馬場でも実績ちゃんと出してますよというお話なんですよね。ってことで、まあ、この2点で穴馬で買いたいなと。壇上はね、まあ、この横山龍斗っていうですね、このすごい若いジョッキーなんですけど、まあ、個人的には結構そのローカルで、まあ、穴を開けてるイメージがあって、まあ、ちょっとね、もしかしたら G1 で荷が重いかもしれないんですけども、まあ、本当にね、先週のだからロジリオン枠ですかね。まあ、全然3着でもいいかなって感じですね。まあ、だから思い切って前行ってほしいですね。で、他にそんな前行く馬がいなくて、じゃあ例えば、まあ、あとはどうかな、コンクシェルぐらいですか。まあ、ただこのコンクシェルって、1008とか2000がベストだと思ってるんで、そこまで出足は速くないはずなんですよ。だから僕の見立てが間違ってなければ、なんならね、フィールシンパシーが逃げる可能性も全然あると思ってるんですよね。まあ、だからあとはね、その先週のロジリオンみたいに内枠引いて、インビタをしてくれたら、めちゃめちゃ面白いんじゃないかと、思いますね。で、あとが、はい、このフィアスプライドですね。もう理由はルメールってだけですね。はい、それだけです。で、先週ルメール騎手乗ってましたけど、やっぱりね、ちょっと、休養明けの影響かね、ちょっとよろしくない騎乗もあったんですけど、それでもね、一応アスコリピチェーンの3着に持ってきましたよと。で、もともとルメール騎手って、ビクトリアマイルの週で復帰する予定だったんですよね。なので、まあ、ようやくね、万全の状態で僕は乗れるんじゃないかと思ってて、もうとにかく東京競馬場はルメール騎手買っとけば、どうにかなるんですよね。手お話で、じゃあ府中経験この馬どうなのってお話なんですけども、まあ、これがねフィアスプライドの全成績なんですけど、例えばねこの東京、まあ、1008ですけども、この府中牝馬4着になってるじゃないですか、人気薄で上がり最速を使ってますよと。で、一応ね、まあ、条件戦なんですけどね、この2勝クラスで、まあ、1600m 勝ってますよと。まあ、東京1600適性はあると思うんですよね。で、そこにね、ルメール騎手に乗り換わると。まあ、これは鬼に金棒ですよね。まあ、前走のね、一番人気で、9着に飛んでてね、人気落とす。まあ、これもね、本当に狙いやすい理由の一つなのかなと僕は思ってますね。で、あと人気しそうなのが、モリアーナですか。まあ、ただね、まあ、この馬も後ろから行くんでね、それ以上に今回はね、切れ味ある、まあ、それこそナミュールとか、まあ、マスクとディーバがいるんで、ちょっとね、そういった切れ味勝負になった時に、まあ、部が悪いかなって感じですね。もうちょっと距離伸びたところの方がいいかなと個人的には思っております。ということですね、ビクトリアマイルの予想は以上になります。まあ、正直今のところの上位人気にそんな無理やり外すデータはないかなって感じですね。まあ、だから、あとはね、買い人気馬、まあ、さっき挙げたですね、フィールシンパシーあたりが前行ってくれたら個人的にはすごく面白いレースになるんじゃないかと思っております。はい、これで以上になります。あとですね、最初に言ったように概要欄からですね、ぜひブログのご登録をお願いします。必ずこちら皆様に有益な情報をお届けいたしますのでお願いします。もちろん無料になっております。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。